皆さんおはようございます10月27日木曜日午前10時になりました金ラムイカハイ SOS ネットからラ,ラジの時間となりましたパーソナリティはとイーズでお送りいたしますこの番組は地域の行方不明者また認知症行方不明者ゼロを目指す番組です 認知症は、誰もが関わる可能性がある、ごく身近にあるものです。そのことをできる限り、早い段階から啓発することにより、地域全体で理解を深めることにつながります。警察・行政・消防の三味一体となる基盤をもとに、配介者通報が出た時の緊急支援体制を含めたラジオ予防啓発番組になっています。 この番組は、デイサービスセンター、シオン、株式会社、国券システム、いいでで au ショップ、ネーブルカデナ店、ととね、医療法人公然会、コザ整形外科医院、居宅介護支援センター、 有限会社丸内重機、沖縄県社会福祉協議会、ロータリードライブイン。 FM 小座と沖縄県認知症行方不明者家族の会、そして沖縄ハンズオン NPO の協力で FM 小座より生放送でお送りしています。皆様どうぞ10時から11時の1時間最後までお付き合いください。皆様からのこの番組に対するメッセージや曲のリクエスト、そして番組に関する質問もお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で、 マーク f m k o z a j p マーク f m c o z a j p いずれも番組名からだちとお書き添えください」「ラジオネームも忘れずにお願いします」「ファックス電話番号はロ九八九三四八六五三九三四八六五三また FMCOZA では USTREAM とツイキャスで」 映像と音声を配信しています。F. M. 講座のホームページからも見ることができますので、どうぞお楽しみください。オープニングの曲はブラウンドンイングでティンサグの花でした。それでは C. M. に入ります。あ、大丈夫です。大丈夫です。入、は、っいです。<laughs> とかが僕らが来たら結構美術館行ってるんですよ。ああ Yeah. ただいまの時刻十時六分になりました。FM 小座のスタジオからカララジオ生放送でお送りしております。はい、トゥーバさんおはようございます。はい、おはようございます。はい、今日も一日よろしくお願いします。はい、ツイキャスもですねメッセージ届いてますので紹介、はい、したいと思います。ーすね、ヌロールフさんです。はい、再、はい、カララジの皆さんおはようです。おはようございます。 車の中で聞かせてもらいますよ。いつも感謝です。ルドルフさんね。もう名前覚えました。ルドルフさん。ありがたいです。もう一件来てますね。レナさんからです。おはようございます。北海道の函館は寒いです。今日もツイキャス見てますよ。ありがたい。レナさん。北海道ね。来月釧路の方に行きますんでね。はい。あの、私たち、あの、トゥーバさんと。 私と国見さんの方で視察の方にですね行く予定ですので SOS ネットワークね勉強しに行かせていただきます寒いんですね沖縄はとっても暑いんですけどそうだねもう玲奈さんちはもう雪も降ってるかなああ大変ですああ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 あねあああああああ はい、じゃ今日も一日よろしくお願いします。今日上原さんと小梅さんがね、最近お忙しいお忙しいからね、寂しいね。はい、き聞いてらっしゃるかな、もしかしてね。はい、よろしくお願いします。はい、じゃ今日のトピックとゲストの方の紹介をしていきたいと思います。はい、今日のトピックはルーツが学べる博物館美術館。 ということでお話ししていきたいと思います。そして今日のゲストを紹介していきたいと思います。今日のゲストは沖縄県立博物館美術館企画班事業広報営業担当のジャハナ沢子さんです。おはようございます,います、はい。よろしくお願いします。お願いします。はい。あ あの、もう少しマイクの方ですね、近くに、お願いします。はい。私の番。今日なんかぎこちないね、俺、俺たちね。あの、皆さん博物館、美術館といえばね。やはり、あの、もっともっと、あの、その地元のことを知りたいとかね。あるいは、あの、地元以外に。 世界のことを知りたいってなったときにね、やっぱ興味とか関心、子どもの頃からね、あの興味から関心、美術館に行った思い出とか、皆さん、リスナーの方もあると思うんですけどね、そんなあのこういうこの子どもの好奇心をもっともっとかき立てる、それがあの周りの人たちの大きな発見につながるような今日話をね、えー、できたらなと思ってます。 ジャランさんようこそ。はい、ね、よろしく、ね、お願いし,します <laughs> しまし。本当にありがとうございます。はい、よろしくお願いします。うん、はい、はいは、それではまずあの。うん じゃはなさんからですね、うん、沖縄県立博物館美術館の説明とといいいいうかもう簡単にです、ねはい、してたただきたいと思いますは那覇の小室町にありまして、えー、もう開館して約9年目に当たりますかね。も<う>年年、はい、年のの月ですのでですす、ねはい、来年ちょうどど周年にあたるんですけれども沖縄県立博物館 博物館の方はまあ首里城の近くにある流太池の向かいの首里の方にあ,のありましてそちらの方を長らくそちらの方にあったんですけれども2007年にえ今のえおもろ町の方にえ美術館と一緒にあの立ちましてそれからはいあのずっとあのいろんなえ展示とかですねえいろんな祭事を開催してまあいろんな方々に来ていただくようにあのはい。 企画ととかいいろんなこをやってますはいありがとうございます博物館と美術館が一緒になってるうんそうなんですなかなか見れないですよねそうですね1回いらして2回楽しめるという博物館も美術館も両方一緒に楽しんでいただけるという最近感じるのはアジアからのお客さん外国人のお客さん多いですよね そうですね、はい、アジアの方、本当に増えていらっしゃいますね、諸、うん、町の,そのエリアもあのいろんなあの施設とかがあの集積している場所ですので、お買い物もできたり、うん、えご飯も食べられたり、あとは博物館、美術館で沖縄のことを深く知ることもできたりと、うんうん、本当にいろんなことができるエリアですので、いろんな観光客の方もいらしていただいています。うん 喫茶店かレストランかんか喫茶店ありましたよねはい3階あそうですね階のにはにありますねそちらも運営は博物館美術館さんがされてるんですそうです館の中にありますんでいろんなところに協力いただきながらはいやってだいてますすごいですね食事もいただけるということでそこのほうに行ったら でジャハナさんはこの企画班ということで、はいはい、担当されているということであ,る、はい、あったのですけどもこの今までにもさまざまなたくさんのイベントを企画されたということで、うんはい、以前にあのトゥーバさんもですね「シマクトゥーバ」の。 へえ大変光栄です呼んでいただいてありがとうございましたお世話になりましたお忙しい中お時間いただきまして周りはみんな学者の先生方大学の先生方だったんですけれど大変んていうのかな学術的なしまくとばの勉強そしてこれからこれからのしまくとばのあれから あのあり方ということでーね一平ベンチョンかいないビーターの <laughs> うん一ペチビラさんのーん、えー、ワークショップやビータスあワークショップというかフォーラムですね熱い方々しまくっとばかなさするねあのー、まあかなさする まあ、あの愛している方々がいっぱい来てね、うん、熱いあの思いをあの述べてたんですけれど、うん、ああいう思いにやはりこういう次の世代にバトンタッチするために頑張らないといけないなといっぺえ千葉っていかんとならんやん改めてあの考えましたね。うん いいきっかけをありがとうございまのちょうど今年が「島クトてばの日」<laughs> はい、の制定から10周年ということで、まあ、それではの、まあ、私たちの方も「島クトてプロジェクト」ということで開館以来、えー、やっている自主的な事業がありまして、うん、それがまた今年度も引き続きあのやれることになってですね、うん、それであの「まあそのまくてば」10周年の日制定10周年で、まあ、10年前。 えー、その制定を考えられた方々が10年後今なって「島言葉」ってどんななってるのかなという期待とかそういったのを持って10年経った今、うん、とそれからそのこの先また10年後、うん、どういうふうになっていくのかなっていうことを、まあ、あのいろんな方々のお話聞きながらみんなで共有して いけたらなあという思いで今回その豊橋さんにもあの本当にお忙しい中、うん、出ていただきまして大変充実したあの歳時になって本当にありがとうございましたはいね見ててよかったんじゃないあはい隣でねそうですね、うん、あの私達あの沖縄半島でこの島吹き花普及についあの活動をしてきててで私たちはあの まあこのユースクラブっていって小学生、中学生高校生、大学生の生徒たちを中心にこの島くつばを学んで人材育成をしていく形なんですけどまた別の,このパネルディスカッションに参加された方たちはさまざまなその島くつばの普及の仕方をされてたのでそこもすごく参考になって勉強になりました面白かったです。うん、やっぱりその いろんな年代の方々がいろんな取り組みをされていて、うん、やっぱり「島言葉」に対する関心は広がっていってる、うん、でその広がりをどこまで皆さんに共有できるかっていうのが多分今後10年間、うん、あのなんかそうですね10年間どういうふうに広がっていくのかなっていうのをやっぱり想像できるような、うん、あの機会だったかなと思っています、うん、んあのやっぱりその先輩方もい,らい,ろいろいろいらっしゃってたと思うんですけど、はい、やっぱり若い人の取り組みがやっぱりこういったことをやってるんだねっていうのはやっぱり。 あのとても感心されてたりとか、うん、そういったのでやっぱり「しまくとば」はいろんな表現の仕方でいろんな継承の方法がやっぱりあるんだなっていうのを実感できる機会になったと思いますね。 やはり、ね、あの学術的に勉強なさってる先生方のお話を聞くと、うん、あのいろいろ体系化されてたり、うん、あるいはあの分解してこういうふうな形からこうなりましたよっていうのは単なる島言葉あるいは、ね、地元の言葉が話せるだけじゃなくてね言葉の歴史からこう成り立ち、うん、そして使われ方とか意外と自分たちが使ってる言葉が。うん えー、あの結構ね、うん、あのまだまだわ若い言葉、うん、あのほんの使われて2三3 0年なんだなとか、はい、あるいはあのチャンプルーミックスだってね、うん、いろんな言葉がミックスになってる言葉で本当はあの言葉としての,、ね、あの伝統的な言葉になってないけれどこう喋ってたんだなとか、うん、いろんなあの気づきを、うん、あの与えて るんだよねああ、そうだったのかということでもっともっと勉強しないといけないなとかねそこでまた、島言葉の大先生が宮里先生ってねおじーバーの話をしててねこの言葉はということでもう少し使われ方はいい使い方をしましょうというね言葉の使い方というのもあったんだけどねこれとっても大事だなと思いましたね。 あの、終わって、あの、そのシンポジウム、フォーラム、フォーラムが終わってから。はい、シンポジウム。はい、シンポジウムね、すいません、シンポジウムですね。シンポジウム、終わって、宮里先生とお話をさせていただいた。とっても喜んでて。はい。先生もそうですね。やっぱり。あの、若い方々を前に、先生もすごく、あの、いろいろ。はい。そうですね。はい。慣習されてらっしゃいましたね。はい。上等だった。はい。 <laughs> ありがとうございますもっともっとあの美術館の方ではイベントがあると思うんですけれどちょっとまた紹介していただきたいんですけどす、ね、あのちょうど昨日からあの世界の内南地大会、まあ、今日からですかね前夜昨日が前夜祭になりますね、うんはい、ということであの始まってるんですけれどもあの今博物館美術館の方ではですねあのだ、まあ、第6回世界の内南地大会の特別企画として、えー、移民資料展 虫南虫の行方の賃袋。 というあの展示を行っています。一応あのまあ会期がえっと10月の21日から12月の4日ということで開催していまして、あのまあ世代を超えてですね、沖縄の出自を愛する人々にまあえ私たちは敬意を払うとともにですね、あの共感する心を育むことを目的に、まあ博物館の常設展示の中でですね特別、特物展特別展示を開催しています。あのハワイに在住されている福田恵子さんという方からの寄贈 米峰の福田コレクションということで、えー、移民の歴史などを紹介しています、うん、またあの関連祭事もです、ね、あのいろいろあの開催されていまして、まあ、特別の文化講座とあとは、まあ、芸能公演などもあの<ー>開催いたしますので、うん、ぜひこの機会にいろんな世界に飛び立っていった、まあ、沖縄の先輩方のチムグクるをぜひ展示として,見,たいてた見ていただけたらなと思っています、うんはい ね、今日の,あの地元市でね、うん、あのタイムズ新報さんでもそうだけど、はい、すごいご写真ね、うん、うちなんちゅう大会にこう参加なされてる海外の方々ね海外からもあの、うん、沖縄の方々とまたいろんな方々が。あのうん 結ばれてね血、うん、はもうチャンプルーになってね、うん、あの顔を見るとねあのこの人、本当に外国人だなという人でも、えー、<laughs> あるいはね、ねとにかくいろんなところ、ねうん、あの方々があの沖縄に思いを持っている人たちというのは、うん、え本土に住んでいようとか、ま、た世界で住んでいてもうちなうちだと思いますので、うん、皆さん、暑いね地元の人たちよりも沖縄に対する思いがこんなに暑いのかなと、うん、いつも感心させられるね。うんうん そうねこの写真ね大勢の人たちがパレードしてねパレードはもうすごいみたいですねそうね移民っていう言葉は移民魂っていうことで苦労なさってね今一世たちが今からもう100年前に渡って最初に渡ったのがハワイなんだよねでペルーブラジルっていうふうに続いていくんですよねでそこのまた3世4世5世っていう方たちが あのこの伝統ってすごいよね、伊豆ね、はい、あの三線舞踊こう、<ー>ひいおじいちゃん、おばあちゃんたちから引き継いで、また沖縄に帰ってきて、ね、はい、演奏するんだよ、思いが違うよね、うん私たちがこうお酒飲みながらね、ねう足シビする感覚ではないよね。そののままの 本当に昔伝えられた三振の弾き方だったり踊り方だったりとかっていうものが今もそのまま伝わってるっていうのが感じられますね島くとばもそうなんですけどそのうちなんちの方たちからすごくそこは世代を超えてのこういうふうな伝統芸能とかこの思いをですねこういうの関心がありますねとてもね 今でも来てますねおもろ町の博物館ですねということでルドルフさんがですねよくご存知ですねルドルフさんねこの人本当うちなんちゅュだはずスマツクトゥバの起源に興味がありますよ」とかやっぱりルドルフさん絶対この人ウチナンジュだな前世は沖縄に住んでて琉球に住んでたかもしれないね うれしいねうん先ほどですねこのジャハナさんに紹介していただいた移民資料展「ウチナウチュヌユクイティヌチムグクル」ユクイティって世代を超えるっていう書くんだねユクイティねユクイティのよねユークイティヌウチナーいうヤマトのいアメリカユのねユクイティのよねチムグクルということで文化講座とかあとは講演 って、ね、いうふうに先ほどおっしゃってたのですけれども、はいはい、文化講座は。そう、なんか、主に内容的にはどういった感じな。えっ、ー、と、移民の、移民社会を学ぶ特別文化講座シリーズということで。はい、まあ、沖縄県警の子孫たちの、えー、えー、ちむぐくる。 ということでですね、あのまあ四回にわたって開催されています。で、一回目はもう先日の二十三日に終了してるんですけれども、十一、うん、月以降はですね、十一月六日に海外の三振文化の伝播についてということで、当館、うん、の学芸員のその原あの弦が講師となって講話いたします。うんうん、であとはまた十一月十三日の日曜日、こちら南米の 移民社会における内の,のチムと加用妙子さんで元愚子、えー、川市編纂室嘱託員の方が講師になって、うん、講座いたします、うん、あとはまた11月の20日こちらも日曜日なんですが父の国と母の国を生きる人たちフィリピンと南洋軍との移民史からということで荒波、うん 柿子さん新沖縄県史編集委員の方が講師となって講座を行います、うん、開催時間はいずれもですね2時から4時。 まででして、えー、博物館美術館の3階の行動というところで、えー、当日先着200名入場無料で開催いたしますので入場無料ですぜひお時間ある方はそのこの沖縄のうちなんちの,そのルーツがどうだったのか、うん、その当時の背景がどうだったのかっていうこともやっぱり知ることでその先輩方の沖縄に対する思いとか沖縄にいらっしゃる時の,その期待とかですねそういったこともあの。 はい、知っていただけたらなと思いますまたあと公演シンポジウムではこちらはまあ11月の27日、はい、日曜日なんですが 2>,、はい、え2時から4時半、えー、こちらもえ3回の講堂で当日先着200名入場無料となっておりまして、えー、芸能公演を行います、えー、とこちら移民の指定に継承される琉球芸能とちむぐくる ということで、えーまあ、沖縄の代表的なその芸能を、えーまあ、指定の方々が表現するという公、えー、演を行われます。うん、またあの第2部の方ではシンポジウムということでうちのンチとしてのチムグクルということを題しましてパネリストを呼びしてですね、あのはいえー、開催するよシンポジウムも開催いたします。皆ささんその出演れれれる方たちはそれぞれあの まあこのブラジルとかアルゼンチンとかで活動されてる方たちが集まってまたそのやっぱり移民というか生活されてる先でまあ琉球芸能に精進してね頑張っていらっしゃる方々がやっぱりいっぱいいるっていうこともわかりますしまあ沖縄でもやっぱりすごく盛んで。 ありますしそれがやっぱり、えー、いろんな地域に行っていろんな海外に行ってもやっぱり沖縄の芸能がこういうふうに受け継がれて、うん、あのきちっとまあ表現されているというのが例えばやっぱりあのなかなか、はい、見る機会少ないと思いますのでぜひご来場いただければと思います、はい、海外でやっぱりこう島言葉を使う機会はないんでんおじいちゃんおばあちゃんからもまた使われている方もいると思うんですけど少数だと思うんですね、うんうん それがやはりあの文化の中で使われる言葉っていうのは皆さんやはりあの文化芸能を通じてねあの体に身についてきたりそして頭に身についてきたりすると思うんでねその芸能の中で使われているあの言葉そして歌歌三振で歌われている言葉ねそこであの覚えた言葉をあの会話はなかなかできずともねまたあのこの募見の 母なるね自分たちのルーツのふるさとに帰ってきたときにその言葉に触れたときにすごく皆さんびっくりなさるんじゃないかなと思うんですねでも一番のびっくりは私たち若い世代がねなかなかし言葉を話さないっていうのも一番のある意味ね反対のびっくりだよねきっとねでもこうかもしれない通じて。 あの島言葉が残るっていうのは、うん、とても嬉しいですねそうですね、はい、本当にそういったのをそのどこからともなく音が聞こえてきてそれが島言葉だったりとか琉球芸能だったりしてやっぱりなんか気持ちも嬉しくなりますよねやっぱりどっかからその感覚が蘇ってくるとか聞いてて安心するとかですね、はいうん、そういったのやっぱあると思いますね、うんうん、やっぱり伝統芸能で使われているこのまあ昔の沖縄の島言葉のこう古典の言葉っていうんですかね、うん、あの 黄金言葉って書いてほらクがニ言葉っていうさねこれすごいですよね人間がどう生きていくべきかってこうねちょっとあの気づかせてくれるっていうかさ心を律してくれるっていうかそういう言葉だらけだよね思いますはい 教訓になりますとてもあとは話し言葉でも「むんなれや」「うみちばた」とかものを学んでいくためにはやはりこういう大きな道で出会う人からも学びがあるよとかねうちの岸本新がもう口癖のように言ってるよねへえそうなんですか はい、いあのジャハンナさんにもあの質問したいのですけども、はい、また、このうち南中大会の企画以外にもですね、はい、これからなんか予定している企画とかもございますでしょうか。 先ほど、うちのうちのゆうイテ T のちむぶくこの資料展のですね、ちょっと旅金まではご案内させていただいて、展示に関しては実は有料になっていまして、博物館、美術館の博物館の常設展の方で、展示室の中でやっておりますので、一般の方は410円、高校、大学生は260円、小中学生は150円で入場できます。あと県内の小中学生は無料で はい、見えますのであのぜひおもろ町にいらっしゃった時にはこの展示も、まあはい、ご家族でご覧になっていただければ、まあ、沖縄の移民の方々の歴史がかる、はい、であとはまた11月の1日からこちら美術館のコレクションギャラリーの方で開催される展示なんですが、はい、えっとマキシ牧トム展ということで。 えっと、アンビバレントという展示が、えー、開催されます、はい、またあと、えっと、沖縄美術の流れということで沖縄のまあ本土と異なる風土の歴史の中から育まれてきた文化の中での美術に関して、まあ、流れが分かるような、えー、展示が開催されます、えー、こちらの方はです、ねえー、料金の方が一般が310円高校大学生210円小中学生は100円 であの入場できます。またこちらの方もえっと県内の小中学生でしたら無料であの展示ご覧いただけますので、ぜひこちらも博物館の常設展、美術館のコレクション展合わせてご覧いただければと思います。はい、お願いします。うん、マキシストムさん、はい、アンビバレント。はい、はい、アンビバレントとは何ですかね。うん、なんか言<お> <laughs> 言語です。あ、な何かの。 あ、そう、アンビバレント。アンビバレント、アンビバレントさ。アンビバレント。はい。はい。あ、はい。ありがとうございます。美術はアンビバレントだからね。アンビバレント。はい。それから、この、えっと、ね、美術館、博物館で。あの、一番、こう、興味があるのは。 あのバックヤードツアーっていうのを行きたいなと思ってね、はい、興味ないありますあるよねはいあの美術館の裏側がどういうふうになってるのかなっていうふうにあのいつも感じるんですようそうするとあのねバック、まあ、バックステージツアーとかバックヤードツアーっていうよ、ねはいうさねとってもこの裏側ねやっぱこう展示やってる時の,あのその後ろはどうなってるのかなっていうふうにいつも感じててね うん,思うんですジャーナさん、はい、バックヤードツアーなんか大体土曜日に開催しているあのものなんですけど博物館のバックヤードツアー。 えとまあ、美術館の、えー、バックヤードツアー美術館はミュージアムツアーと言っていますけれども、うんえー、こういったことを開催してますあの、はい、やっぱり博物館美術館は展示で皆さんいらっしゃる機会が多いと思うんですけれども、うん、その展示会を展覧会をするまでにやっぱりそのいろんなあの、まあ、作業とか,作業とか、まあ、いろんな仕事をやりながらあの作り上げていくんですが、うん、その作り上げていくその裏側の施設を、うん、あの。うん 限定で <laughs> ご覧いただけるようなはい企画もやっています。うん、だいたい一時間くらいで一時間から一時間半くらいであの普段見ることができない裏側のあのそういったはいあの施設などをご覧いただくことができる、ね、ものですね。映画でナイトミュージーアムっていうのがあったよね。あ,ありましたね。はい 夜の美術館って不思議そうに感じないそれもんか面白そうですね沖縄市もね夜の動物園っていうことでサタズナイトってねんかやっぱり人間の心として夜夜の何々って言われると今朝だけどね夜のってつながい子どもたち結構夜好きじゃないですか夜好きだよね なんかすごく子どもたちの興味を引き立てるのかなって。僕あれだ真夜中だったりね。真夜中の美術館の。真夜中。怖そうです、真夜中。美術館もあるよね。なんかモーニング美術館って感じあ、朝はね、朝朝に出てくる。朝えもんね。朝強いもんね。このバックヤードツアーですね。気になったのがあのその。 見学される方で一番なんかびっくりしたところとかってありますかあこんななってたのとかっていう反応とかそうですね、はい、ちょっと私あの、まあえっと、直接的にお話をお伺いしたことはないんですけれども、はい、やっぱりですけどそのあのなんですかねやっぱりいろんなあの段階を経ながら展覧会って作り上げていくんですよ。で作品をその保管する場所が もあ,のありますし、うん、それをその作業する場所もあったりとか、うん、そういったいろんなその、えー、施設が実は裏側にいっぱいあってこういうようなことを含めてそのやっぱり相当時間もかけて展覧会を作り上げていくんだなということを多分分かってもらえる機会になるかと思いますあ<ー>、はい、うん、はいまあ、いろいろあの、うん、みんな考えながら。 検討しながらどういうふうに展示した方がいいとかどういうふうに見せた方がいいというああ見せ方とかどういうふうに並べていったら皆さんに分かりやすく伝えられるかとかそういったことも踏まえてえ展覧会を心の企画を心がけていますのでそういったそのえやっぱ見えないあのいろんなものが施設だけじゃなくてそういったものが多分知っていただける機会かなと思いますね。 この間ねあの訪問した時にあ、ね、あの柳宗悦先生、はいね、本土の方であのもうこの世にはおられないんだけどあのとても沖縄のアートをアジアのアートを愛した、はい、あの先生の,、うん、あの展示やってたわけ、うん、じっくり見たかった <laughs> 柳先生のねやっぱああいうふうにしてあのあの沖縄の外から 沖縄を愛していただいてまた研究したり文化を大事にしてくださっている方々っていうのが、うん、あのそこ嬉しいですね、うん、はいあとこの沖縄的な感覚を、うん、逆に外の方々から、うん、あの感じるっていうんですかね、うん、ああ これは素晴らしいよと僕らが当たり前だと思っていたのがこれとても素晴らしいことだよということでね、うん、え説明して,していただいたときに、うん、あの視野がまた広がっていくっていうのかなか外,外の方の力ってとても大きいよね、はい、地元に何も気づかないときあるもんねん、はい、気づかされますねうそうだよねうん、はい、こんないいものがあったんだとうんいうのはいつもあの外の方々のこの 研究してることっていうのかな視点ってすごく大事だなと思うね街づくりも一緒じゃないかなというふうに思うんですけどねうんうね子供の考え方ってもすごくアートの面白いよね僕あのれ好きなんですよあのある少女とですね大人がトラックに乗ってていっぱい荷物積んでたんだってトラックがトンネル差し掛かった時に 荷物が大きすぎてトンネル通らないとあ<ー>そしたら大人たちがうおさおしてどうしようとねあのもうもう一回荷物を下ろしてもう一回やっていこうかいや時間がないってなった時に、うん、子供が一言言ったそうなんですね <laughs> あの、えー「タイヤの空気を抜いてから通りましょう」っってえその後どんなふうにしてタイヤのエアを入れたかっていうのは書かれてなかったんだけど <laughs>、うん、それで通れたってことなんですね、はい そういうのがアンビバレントですよねそうですねアンビバレント一つの物事に対してですねいろんな価値が共存してるっていういろんな価値が共存してるそビバレント。でいろんな多様性っていうことなんですねダイバーシティだね発想を変えてとか視点を変えてとかそういった中でいろんな物事が見えるっていう話ですね本当にまたツイキャス来てますねはい セブンチームトレジャーさんから面白い名前だねセブンチームトレジャーってねトレジャーハンティングのトレジャーね宝物持ってるんだねきっとねチームトレジャーさんねセブンねおはようございますいうありがとうございますねありがとうございますお気見装置って感じだねあそうですねそろそろリクエスト曲いきましょうかはいありました 近所みのるさんの「南をハマチロディ」の方で<ー>はい、ね、お送りしたいと思います。はい <laughs> ちょっとねあの。ただいまの時刻10時44分になりました。FM 小沢のスタジオからカララジオ生放送でお送りしております。今日のトピックはルーツが学べる博物館美術館、ね。ゲストに沖縄県立博物館美術館からジャハナサワクさんをゲストにお招きし、お送りしております。はい。はい、面白い話が展開してるね,ね今日はね。ゆったりとした時間でね。<laughs> うーん。はい あ、そうんです。うん。グシキイズのペースだな、今日はね。はい。今日は君のペースになってるね。すみません。いつもせかせかしてるもんね。うん。いつも。はい。やきらの一人だったのかな。やきらの人はこんな喋り方だからね。いいね。はい。はい。メロさんの歌声ね。ああ。よかったですね。はい。はい。 あの曲はですねジャハナさんからのリクエストということではいありがとうございましたこの「移民資料展」にちなんでの曲なんですかまあ、はい、あのはいそれもありますし、はい、またあのこの歌を聞くとなんていうんですかねやっぱりその海外で活躍していて生活された先輩方がその沖縄に寄せた思いというのをなんか想像できる歌詞であったりその舞踊であったりするので、うん、とてもその 聴いていて心地いい、ね、曲のうちの一つですので、うん、今日はリクエストさせていただきました昔は、ね、今みたいには便利な時代じゃないから、うん、歌にしたり形にしたり、ねうん、絵画にしたり壁画にしたりというのは、うん、未来に対する、ね、人類のメッセージよねきっと、ねうん、僕はこう生きたよと、うんはい、私はこういうふうにして生きてきたよと。 それをなんかこう言葉がないメッセージもあるはずだけど形として残っているというのはさ本当にロマンを感じるね100年後僕ら今生きているメッセージってどんなふうにして伝わるのかなと思うんですけどねデジタルでみんな伝わっていくと思うんですけど想像力ということに関してはもしかしたら昔のメッセージの方が強烈だよね。 謎も深まるんですけれど、まあそれで今あの次のあの告知なんですけれど、謎が深まるで、これはあの考古学とかそうです文化人類学ですよね、不安な方も。 必見ですね、はい。えっ、ー、と次のちょっと展示のご案内したいんですけれども、えっとこちら11月の15日からえ開催されます博物館美術館博物館の方の特別展なんですが、ええ港川人の時代とその後ということで、琉球語をめぐる人類史の起源と展開という展覧会を開催します。あのまあこちらはあの考古学部門でのあの展示になるんですけれども、あのまあ、え。ー 人類のその港区人をはじめとするです、ねうん、旧石器時代の,その人骨などがまあ沖縄では あの多く発見されているんですがそういったことをテーマにした展示であのつい最近、新聞でもあのよく皆さんお目にしたかと思うんですけれどもあの世界最古の釣り針ということで関リド遺跡から出土したものも今回展示されますので、うんうん、ぜひあのなかなかない機会ですので見ていただければと思います関、うん、リド遺跡,ドもう遺跡は。ど

沖縄ワールドの近くにあるところですね。こちらのえっは入場料が一般が1000円高校、大学生が630円小中学生が380円となっておりますので皆様、ぜひ機会があっていただければと思います世界最高の一番古い世界で釣りイと。 世界で一番。釣り師だったね。そうなんですね。釣り師だった。ね釣り針が残ってるんですよね。はい、釣り針が。お、出土したということで、これが。はい。写真がありますよ、こちらにね。チラシとかもできてますので。はい。興味ありましたら、ぜひよろしくお願いします。 1> 1月11月の 15, の1か 15, 月15日から1月の15日までに、はい、なりますはい県立博物館美術館で、はい、こう展示ですよねはいうんう私の謎を知りたくないっていうふうにねコ、はい、ッションマークでね書かれてるんですけれど <laughs> ああいいですねお願、うんはいしますやっぱこういうふうなあの骨があの語るっていうんですかね、うんあの な何を食べてだったかっていうのも分かるんですかね。うそうですよね。こ,ねこういった話もそうですね。あのこういったお話もあのまあいろいろ関連歳字がありますのであの聞けるかと思うんですけれども一この釣り針があるってことは何かどんなものを釣ってたんだろうって本当に想像力を働かせて知りたくなりますよね。ねはい。はい、マグロは釣ってないだろうねきっとね。<ー> <laughs> 金鯉魚だろうね,うねきっとね。ねですね。はい いやその頃から沖縄のグル君なんかもいたのかなと、うん、想像を見比べすんですけどまた違ったあの私たちが見たことがない魚をね、はい、食べてたかもしれないし、はい、やっぱ沖縄って土地柄ですかねこのマイルストーンこう石灰岩だから、うん、こういろんな骨とかそういうのがなかなか溶けない性質があるっていうのもお前,、うん、前あの聞いたことがあるんですけど、はい、それでいろんなこういうふうな古代の,あの遺跡なんかが、うん、骨なんかがこう。 見つかるとというこでね那覇の山下道人とかね都の何だかな忘れちゃったなよく出てくるんだよね出てきてね地域限定通訳案内士っていう英語の何年か前に資格を勉強して取ったんですけれど漢字が書けなくてですね英語は大丈夫だったんですが。 この歴史の部分になると沖縄の難しくて難しくて、えーはい、逆にまた僕の子どもたちは大好きで大好きで、はい、いつも点数がいいんですけど英語がよく苦手ということで,で、ね、やはりそこ勉強になりましたね、うん、沖縄の歴史の勉強すしようとね、うん、いろんなあの分野のことを勉強されるんですよねよく沖縄を勉強しておくわけで、うん あの今まであの本土のね、うん、日本の歴史を勉強したことがよく鮮明に、うん、だからあの沖縄の年表を勉強しながら、うん、あの世界史とかね日本史を勉強した方がよく見えてきた日本史だけよく勉強してたから、うん、沖縄のことが全然分からなくてね、うんうん この間カッチングスクカツレン上司からも見つかったもんねローマのコインがローマ時代の出たじゃない伊豆新聞にデカデカとローマだよすごいですねローマ帝国のだよ沖縄の廃墟からねグスクですね すごいなまた追及するきてますよそうですねルルルフさんからですね「山とうアメリカ湯を得て独自の文化があることは貴重ですね」そうですねうん本当に本土の方からまた沖縄がよく見えるかもしれないねいろいろまたね教えていただきたいなと思うよね本土の各地域の話も知りたいねはい初耳ですという方もね 初見ってね、初見だよね。はいって言うんですかね。初見。わかいろんな言い方があるみたいでわからないですけど、まあ初めて見ましたってことですね。はい。ありがとうございます。聞いたことあります。わからないです。はい。ありがとうございます。はい。時間もですね残すところあと二分ほどになってますので、はい。 であの最後にですね、ジャハナさんの方からラジオを聴いてる方、リスナーの皆様に、うん、またあの、これからのです、ね、この博物館、美術館の未来のなんていう想像している、まあ、なんんていうんですかねこの目標というか、はい、そういったお話をあのしていただけたらと思いますのでよろしくお願いします。 あのまあ、博物館美術館あのモロマチにあるんですけれども、えー、まあ、沖縄のですね歴史文化自然あと美術お知るには本当にあの絶好の場所ですのであのぜひ、えー、ご来館いただきたいと思います。あのまあえっ、ー、と開館時間まあ、基本的な情報をご案内しますとえっ、ー、と月曜日が基本的に休館になってましてえっ、ー、とそれ以外の日は、えー 時時から6時まで開館してますで金曜日と土曜日は8時まで開館してますので仕事が終わった後とかちょっと那覇に寄って買い物した後とかですねあのちょっと立ち寄っていただいてあのいろいろ見ています。 もらったらとても嬉しいです。であのまたあの一年間通していろんな展示もやっていますし、あとイベントとかも開催しています。また夏休みにはまあ夏休みのお子さん方が楽しめるような企画もやっていますので、あの本当に何かのあの機会にぜひちょっとフラッとお立ち寄りいただいて、えー、まあそれからどんどん、どん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 沖縄のことを知っていただきながら、まあ、えー、まあそういったあの。 なんですかね、沖縄のことに関して、まあ、あの、理解を深めていっていただくような、あの、きっかけになればと思っていますので。はい、ぜひご来館、お待ちしています。はい、ありがとうございます。おじいちゃん、おばあちゃん、博物館、美術館に連れていくと。あの、すごく饒舌なりますよね。いろいろ説明しますので、その当時のことを。なるとね。ぜひ、おじいちゃん、おばあちゃんも、お誘いください。はい、します。ありがとうございます。 はい、はもうそろそろ終わりたいと思います。はい、今日のゲストは沖縄県立博物館美術館企画班事業広報営業担当のジャハナ佐和子さんでした。ありがとうございました。はい、あでは皆さん、また来週お会いしましょう。はい、さようなら,うなら全の皆さんありがとうございます。はい